眼鏡をかけて早いくとさ、心を込めて今日も真面目に歌います。聞いてください、黄昏真面目。悪くない悪くない、俺のせいじゃない、巻き込まれてるだけ。お前らに興味ない、興味ない、だからほっとけよ。痛そうだから、そんなに俺を困らせたいのか。いわゆる優等生だって、その分努力はそれなりにする。メガネの僕にそっと隠した本音見せずに、気じゃない、誰かに頼られると背伸び、別に無理はしてないけど、悪いのか悪いのか、年上が好きでたまたまなだけだし、っていうかそもそも母さんは関係ないだろ。お前もかお前もか、ツッコミ待ちかよ。体張ってまでそんなに俺を怒らせたいのか。正当階だって言ったって変われず、憧れ伝えたいのに言葉にできなくて、絵にも描けないけど、誰が当てにならないって。ああもうやばい、今は黄昏の真面目がね、ほら立てじゃない、あなた